だんだん北風が強い季節になってきました。家の畑の方はだいたい南アーバナナ畑にして、レイアウトもだいたいは決まったんですね。それで冷たい強風の後はこのように花片が折れて花茎の方に葉柄葉身が垂れ下がってきますよね。私はこういうのはカットしません。そのままにしておいて花茎にいずれまとわりつくような形で越冬させます。多少なりとも葉身の枯れたものがですね、まあ、枯れた姿といいますとこういう形になりますよね。こういうものが花茎にまとわりついてほんの少しだとは思いますが、越冬するために有益な資材として保全されるなら、わざわざカットしてマルチングする必要もないわけですね。まあ、こういうバナナ周りにはですね、すでに本年は家の畑では薄いエンドウを巻いて、そうして冬にバナナ葉が枯れてなくなる頃にはこのように発芽してきている薄いエンドウが十分に日照を受けることができるというふうに、バナナ葉が枯れて薄いエンドウが成長してきて日照の恵みを受けるというバナナと野菜の冬季における受光体制を考慮して自給用のあれこれの野菜、主に薄いエンドウとか木の鞘エンドウとかそら豆ですね、などを播種して直列の畝ではなくバナナのレイアウトに基づいた野菜栽培を工夫しています。今年のバナナ成長再開した頃、5月頃の苗の大きさからしたら、今年は高温と多雨、雨が多かったのでこのように随分と立派にドワーフナンワーが成長しました。本年に限って言うと沖縄でのバナナ成長と同等ぐらいの生育だったのではないかと思います。まあ、毎年高温多雨というわけにもいきませんが、本年に限って言えば上等な
バナナ生育年でした。もう11月下旬に差し掛かっているのに、まだまだこんな風に緑葉ですからね。まあ、これでもうこの家の畑のドワーフナンワを中心にしたバナナ畑は、あとは小株調整と収穫だけで間に合うだろうと思っています。向こうの方の背の高いのはクワイブルージャワ、通称南和系アイスクリームバナナですが、あとは大体はですね、家の畑の垣根に通る系のあれこれのバナナ苗が植わっていますが、まあ、そちらは東側の垣根なんですが、中の方はだいたい南和バナナなんですが、外側はですね、もちろん東京の東南和バナナとかも植えてあるんですが、山の方で整理した東京のあれこれのバナナ苗を、まあ、例えばここですと琵琶の手前にですね、バナナ苗を第二垣根として植えてあるだけで、それらはまあ全くの放任栽培みたいなもんですから、収穫できるものが出てくればそれはそれで儲け物ぐらいに思っているだけなんです。あと内側の方に植えてあるものは当然収穫を期待してレイアウトして植え付けたものなんですね。まあ私の場合にはこのようにしておくと、バナナ周りでバナナ葉のリーチング効果で土が良くなったところに、ただ野菜の種をまいてそれを育てるというよりも、育ってもらって収穫すると、まあ、ほとんどバナナのレイアウトを決めた後はバナナ周りで何をどういう野菜を育てるかという、それだけの問題なんですね。そちら側は北側ですが、すべて第二垣根として植えたバナナ苗が放任のまま成長してこのような姿になっているだけなんです。